が深まるにつれて空気も乾燥し肌の調子が気になります。すべすべの肌を守るためにはお風呂上がりの保湿が大事なのは皆さんご存知でしたか。入浴直後の肌の水分量の変化を計測したところ、お風呂上がり10分以内に急激な変化があることが示されていました。入浴直後、皮膚水分量は高い状態です。しかし必要く1分後をピークに下がり始め、15分後までに入浴前に近くなってしまいます。その後も皮膚水分量は低下し、30分後、60分後では入浴前より低い結果となりました。これは入浴により肌に備わっていた皮脂や保湿成分が溶け出しているからだといいます。入浴前と比べて肌水分量が多いのは必要く10分後までということは、入浴後はできるだけ早く、遅くとも10分以内に保湿の必要があります。ではお風呂上がりはどのように保湿ケアをしたらよいのでしょうか。まず清潔なタオルで水分を拭えます。肌表面に水分が残ると乾燥するときに肌の潤いを奪うからです。そして肌が乾燥し始める前に保湿剤を塗ります。ポイントは保湿剤をムラなく塗ることです。保湿剤を手に取り、決してこすらず手のひらで肌を撫でるように優しくなじませましょう。乾燥しやすい手やすね、腰、背中などは重ね塗りをします。塗り忘れや不足がないようにしましょう。秋も深まってくるとお風呂で温まるのが心地よくなってきます。正しいケアで肌を守って入浴していきましょう。またこちらの記事はスマートフォンアプリのお天気ニュースチャンネルから見ることができます。ご活用ください。